はい、それでは、このパタゴニアロビジョンのトーク第3回目となります。本日1時間の会が食かける超というテーマで、ゲストに地域創生委員天海株式会社代表取締役、東京大学大学院工学系研究科道徳感情数理講座共同研究員の入村理沙さんにいらしていただきました。よろしくお願いします。多分していただいたりから、間違いのないように言わなきゃいけない。はい。桐村さんは、食かける超ということで、今日いらしていただくんですけれども、いただいたんですけれども、早速ですけど、パタゴニアさんとの出会いみたいな話を。まず、はい。そうですね、パタゴニアが、先ほどから、午前中からお話に出ている、ジェンティブオーガニック、環境再生型の農業といったところを話すことに進んでいて、でその中で桐村さんが本を出されているんですけれども、その中の、それの取材ですとか、されているときに、その環境再生型農業について、興味関心を持っていただいて、声がけいただいたのが、きっかけで、で、いろいろ話して、その時いろいろお話しさせていただく中で、かなりパタゴニアの、エロビジョンズの向かっている方向性と、あと、木村さんが、木村先生、木村さんでいいですね。木村さんが、研究されている分野と、すごくリンクしてるんですよね。で、考え方も含めて。で、そこからのつながりで、今日、はい、はい、というような形になりますね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、腸と森の土を育てるということで出させていただいて、でその時に、いろいろやっぱり食の選択によって、自分の腸内環境、その土壌を作る。での食だし、もしくはやっぱり食の選択によって、農業を通じて地球の土が再生するっていうのも、食の選択によって地球の健康、プラネタリー現象を実現するっていうことは、テーマとして簡単ですけども、まさにそのパタゴニア投資ビジョンのされていること、またそのビジネラルオーガニックアグリカルチャーの環境再生型のオーガニック農業であり、それこそがですね、まさに人間にも食べて健康になるものだし、同時にやっぱり地球のいろんな課題を解決するという素晴らしい方法だなと思って、まずコロナ前に、カリフォルニアがロックになる直前に、パタゴニアプロフェッショナルの候補を取材に行ったんです。で、そこからコロナになってロックになって、日本でも取り組みとして取材をさせていただいたという経緯があるんですね。なるほど。改めて、桐村さんの、肩書き、お医者さんでいらっしゃると同時に、会社もされていて、大学の研究をされているということなんと思うんですけれども、改めて、何て言うんでしょうか、探求されている内容というか、ご専門というか、についてちょっと、ご紹介いただいてます。はい、私も医者なんですけど、趣味がありますよ。お箸を脱ぎ捨ててしまいました。なぜかというと、もともと私、私が小さい頃から母が薬剤で、病気で、診断を治療もされないっていう状態でですね、現代医学に見放されたような状態で、その母がいろんな食料理とか、いろんなリスク食料とか、いろんなことをアンギャしているっていうのを小さい頃から見てたんです。なので、すごく、もともとトリスティックな視点を持ちながら、母の病気を治ってあげようと思って医者になったんですけど、ホリスティックな視点で見ると、やっぱり現代医療っていうのは、病気に、社会の中で人が病気になって、量産されて、でその病気になった人が、人っていうのが当たり前です、病院じゃないというか。で、私はどっちかというと、人が病気にならない世界を作りたいなと思ったので、つまり、病院にいる役割じゃないんだって気づいてしまって、そうすると、やっぱりその、それは生活世界の中で今人が生きるだけで、その病気になり、環境の病気になり、っていう状態になっていると思うんですが、でも、人と地球というのは一体で、人が環境に影響を与えて環境を病気もするし、で環境の病気だけに影響されるしっていう状
状態なので、つまり、その人の営みの中で、この人と連続する地球すべてを変更にするっていうことが必要だっていう結論に立ってしまいまして、そうだったらちょっとよく聞いられないので、脱ぎ捨ててしまって、今は、鳥取県の人口最小圏、の人口最小の町の鳥取県高知町というところで、人と地球は、人は営みを営むだけで、当たり前に営むだけで、人と地域、そして地球が健康になるというプラネタリーヘルスを実現しましょうということをですね、工場がすごく共感してくださって、町と連結協定というのを、つまり調印式をしなくて、政府活動が欲しくて、それで、そこで地域創生をしていくということに、今鳥取県にっていう状態なんですね。つまりその、人間の健康ということと、その地球の健康というのがつながっていて、そしてその地球の健康を探求するということのある種のモデルケースとして、その鳥取で今発言されるしている、はい、ということですね。エリムラさんの書籍すっごい面白いですよ。面白いですね。勉強させていただいて。でその中で、すごく、心に残っているのか、響いているのが、人は森であって、町内の土、土壌というものを内部をしている。だから自然の一部、よく、創業者のイコンシーナーでも、人は自然の一部なんだ。自分は自然の一部だからってよく言ってるんですけど、どういうことなのかなっていうのが、いろいろ考えさせられるんですけど、みんなさんの主席にそういうふうにやっぱりおっしゃっていて、で、まさにその通りなんだなって。はい。他の人はしても、父と内臓の、デイビッド・オントリー博士がいろいろコラムを書いてもらえる特集がありますので、すでに、デイビッド・オントリー博士の父のガイドを読んでらっしゃる方、すごく多いと思うんですけど、オントリー博士が父を、環境の父を洞察していたら、よく人間の人と同じだなということで、調理。帰ってきた。で、私はどっちかというと、もともと予防医療、7番では予防医療として、腸内フローラの検査をして、それで食事の指導をするとかやってきたので、で逃げる腸の腸と、認知ですね、食べ物が発酵させ、発酵されて、できるその腸の、そして認知、これを洞察してたら、結局じゃあ、土俵筋や方向と同じだな、関係と同じだなっていうふうに、うちの主婦にいたんですけど、この方に私は外から導いたというふうに、全部つながってるんだなっていうことが、観察してたらやっぱりすごいたどり着くんですよねっていうふうに思ってるんですよね。もう一つ前にお話で、金子先生というか、土壌の先生にいらしていたので、やっぱりそれはこう土の中の微生物が、元気であること、でそれをこう、現代の、これまでの農業では、こう耕すということによって、ある種、殺してきてしまったみたいな話で、そのいい土で、農業を、これからこう変えていくのが、必要なんだなというような話があって、そこがこうパタゴニアさんと共感しているところという話であったと思うんですけども、今度はその腸内のこう微生物というか、体内のこう環境みたいなものが、まさしく自分が食べるものによってこう作られていくし、そこから出ていくものを見ていると、結局その畑とかで起こっていることと同じことが起こっているってことなんですかね。はい、まさにおっしゃる通りです。うん、人間の腸内細菌ってどうやって腸にたどり着いたかっていうと、もともと私たちが個性、私たちの個性が土壌菌と一緒にいろんな植物とか食べ物を食べて、そして土壌菌が入っていくと、そして食べ物も来るし、温度管理もしっかりされてるし、横地域だけで住み着いたのが元々の始まりなんですね。で、腸内細菌の組成というのは土壌菌なんですけど、だから同じことをしてるんですね、基本的に。なるほど。食べ物を通じて、体に入って、ごぼしいから住んでるみたいな。そう、住みついて、はい、っていうのが起源なので、それで土壌菌がやってることは、森を観察すると、まず落ち葉が降り積もって、落ち葉を見に行くとかやつでは、その場を分解して、これは消化と同じ役割なんですね。ミミズとかヤスデが消化して細かくしたものをさらに細かく分解していくっていうのが分解の役割で、微生物って分解者
っていう生態学とか言われますけども、分解して、分解によって、その植物の根っこに吸収される素材ですね、分解する。ということが彼らの研究なんですけど、うん、まさにその、虫歯とか、それから動物の死骸とか、動物の死みたいな。そういったものを分解して、素材にまで分解して、他の水分を活かすというのがすごく重要な食材の役割をすると思うんですけども、それがまさに腸内細菌も同じことをしていて、口から入ってくるこの食べ物って、いわば動物の死骸とか、しかも同じようなものじゃないですか。でそれは、消化器、消化器の働きで、まず水とか野菜の働きと同じように分解してもらって、それをさらに細かく分解して、腸って根っこが生えてるんですね。腸と大腸と、ジュラマイトという、根っこみたいな細胞が、それが、微生物によって分解されて吸収されやすくなった形の、栄養素を吸収してる。で、ようやく、としての血管を通って細胞に行く、葉っぱとか、卵が見当たるまで咲かせるっていうような役割になっているので、まさにこの根っこが生えて、ここには細胞とか全部森になっているような、そんなイメージなんですよね。で、遺伝子を考えると、生命って全部微生物から始まって、1キロ46億円の歴史の中で、大体36億円くらいに、一番最初 その生命として微生物が海の、熱泉と言われるような400度ぐらいの海の地下の温泉の中で微生物が出てきて、そこから全ての植物の動物も全ての生物が発生しているわけですけど、人間のこの遺伝子の中にも微生物だった頃の歴史とか、植物だった頃の歴史とかっていうのは全部刻まれている。だからこそ、同じようなシステムっていうのを、当たり前に持っているとも言えるわけですよね。もうめちゃくちゃ面白いですね。つまり人間は、ある種植物みたいな感じっていうふうに言われるんですかね。植物的要素を持っている。植物って、自分と変えられる、動けるか、だけど動物ですと、植物って、生きている環境の、変えられないのが無植物です。同じようなシステムっていうのが、この、あと、イネコをしているっていう状態だと思うんですね。ハイブリッドみたいな。ただ人間以外の動物もあるし、そういうようなところがあるんですかね。そうですね。基本的に、動物っていうのは、最初に発生するのが、口から肛門までの消化管から発生するんですね。ミミズとか卵とかって脳がないけど、消化管がある。で、やっぱり、生命って、まず人から何かを取り入れて、他者の命を取り入れて、そして自分の手を養うっていうのが、基本的な循環が生命と呼んでるんですけど、だから、要するに、意味がないと。で、他者の命を取り入れることができないので、生命システムにならないんですよね。そう考えたら、性格的に考えると、一番最初にできる器官ってどこかっていうと、まず消化管なんですよね。脳でも心臓でもなく、生命システムとして考えたら、一番最初に大事なのが消化管っていうことなんです。そういうふうに伺うと、すごい、逆に言うと、なんていうんでしょうか、うまく言えないんですが、当然そうなんだなっていうことなのかなっていう気がしてきたっていうか、そうなんです、当然です。ね、なんというか、逆に言うと、一見、いや、腸は、土と一緒で、人間の中には植物みたいなのがあるっていうのって、ものすごく変な感じというか、新しい説を唱えられているような気持ちになるんですけど、でも今の説明を聞くと、あれ当然そうなんじゃないっていう気がなんか急にしてきたっていうか、なるほどっていう、なんか。原理原則なんかね、そこの腸の部分、腸とか消化管とかを通じて、その外の世界と本当の意味でつながっているというか、コミュニケーションしているというか、なんかそういう感じが。そうですね。はい、
特にやっぱり食べ物を食べるときに、特にやっぱり今、まあ、動物性の食品って環境負荷も高いですし、何かやっぱりその動物を食べることは悪いことじゃないかというのは意識もすごくあると思うんですけど、ただ、生命システム、その生態系を考えると、やっぱりその生きるということを必ず他者の死を自分に取り入れて、その他者の死を持って自分の命を養うっていう、その生と死の循環が、やっぱりその生命のある、レモンライフとしての生態系なので、やっぱりその人間が生きるとか動物が生きることを考えたら、やっぱり誰かの死というものを伴わないと成り立たないと思うんですね。だから、この中、動物があれば、必ずしもその変化、動物を食べることは絶対あるというわけではなくて、で、あといろんな価値観によると思うんですけど、何かしらその原理原則の外でこういった営みがあって、人間のその生態系の一部として、その循環の中に生きているということに自然にこう感謝が湧いているというんです。それがやっぱりその原理原則というか、見えていたら自然に、このあえてさっきなことを言わなくても、自然に循環の中に立ち返ることができるんじゃないかなって思うんですね。そういったその視点から見たときに、まあ、本の中で取材で、取材対象、いろんなところに取材されたと思うんですけど、そのパタゴニアさんっていう存在を見つけたのっていうのは、どういうきっかけというか、一つというか。そうですね、本当にもともと企業として、やっぱりその地球を生むっていうことを、地球アイデンティティとしてなさるということが、すごく素晴らしいです。はい、やっぱりその考察やっぱりその山って山から連続するのが多いんですけど、そこの生態系を連続的に捉えられるかも、そのアプリで反映してもらえるということがすごく楽しいなと思っています。やっぱりその食、さらにその食という人が生きるにあたって本質的なもの、新たなそのプロビジョンとラインとして作られて、そのプロダクトを通じて、自分も人の豊かな暮らしと喜びとともにその地球を良くするっていうこと自体が本当にプラネタリーヘルスというこの理念そのものになっている。そういった企業が当たり前になれば、人が喜ばなくても、当たり前のプラネタリーヘルスを実現するじゃないですか。今その真逆の状態なので、そうじゃない企業、そうじゃない考え方が今社会で当たり前になっているので、人が何も無意識に、何も考えず無意識に生きるだけで、人が病気になり、だから、本来し地球が病気になるっていうおかしな状態になっているときには、やっぱりその世界的にモデルとなる、企業があるというふうにすごく思いまして、それで、本当に今日はずっとお話を聞かなくて、お話を伺ってみて。ありがとうございます。はい、そうですね、そう、木村さんもすごく、僕も共感できるところで、まあ、午前中のお話の文脈だと、その地球の状態が結構限界的な状態で、まあ、それに関わっているのを知ってて、地球を救うために思考を変えていかなくちゃいけないというような文脈で、土壌を再生していこうというようなんですけど、実はその食の、まあ、健全な食をするということが地球の健康に関わっているのはもちろんなんですけど、その人の心身の健康にも深く関わっている、その地球を健康にするのと人の心身ということは、同じことなんだっていうところが、その、木村さんの著書も書かれていましたけども、そこがすごく、なるほど、なるほど、興味深いところだなと、つながってるんですね。そうですね。今回、それが多分当たり前なんだけどね。だから自然界ってサスティナブルが当たり前ですよね。人間だけが分解しない、微生物によって分解できないものを作ってしまう。それが廃棄物によって分解できないプラスチックとか、分解できない廃棄物とか、そういったものを作って、まあ、生態を引き起こしてしまっているのは、まあ、人間的な資材に基づく今のシステムですけど、自然界って当たり前に、まあ、微生物の働きを組み立てて、当たり前にその、最終的に分解が起こって、また次の生命に広がって、素材としてパスされて、で、またその生命システムが循環していくって、その当たり前の営みが、まあ、サスティナブルな状態で、
の変更もあってっていうことに、その戻していくためにはやっぱりあの何て言うんだけじゃなくて、そのリジェネレーションで再生したい方、それはもうすでにやっぱり限界を超えているので、あの無謀じゃなくてやっぱり治療ですよね。治療としてやっぱり再生リジェネレーションというのが必須になっているというのは本当にあのそう思います。なので、リジェネレーションやっぱりすごくやっぱり本当に戦争の戦争を持って気づきなさっているのは、あの本当に今、地球を地球としていくにあたってすごく必要な姿勢だなと思っていて、そうですね、プラネタリーヘルスっていうふうにあのおっしゃられたときに、本当に地の健全性とかでだけじゃなくて、今起きているさまざまな社会課題とか、あの例えばメンタルヘルスのこととか、そういったものを含めて、すべての課題とか問題とかっていうのは、すべてつながっているんだなと。でその仕事体が結構食っていうものが実は深く関わっているっていうのがすごく、あ、本当にここがもう大きな原因というかコアな部分なんだなっていうのが、本当に伝わってきますっていう。そうですね、あの、まあ、例えば人のメンタルと考えると、やっぱり今脳内的な状態によって、あの人間のそのムードの気分とか、あのそれから記憶力とか、まああのまあ、いろんな脳機能に関わるっていうことも分かってますし、あとあの単純にやっぱり素材ベースで考えても、神経伝達物質、セロトニンとか、あのそういったものって、ドーパミンとかも、基本的にやっぱり判断物質が出てくる。で、その脳へ神経伝達物質を作るためには、いろんなビタミンとかミネラルとか、そういったものが食材として必要っていうことで、やっぱりその、基本的な人と、素材として使えるっていうような状態にならないと、やっぱりうまく精神機能っていうのもあの健全にならないわけなので、やっぱりすごく根源的なことだと思うんですね、食べるっていうことは。やっぱ近代的な食事とかって、その、まあ、先ほどまで農業の話とか、地球の話とか、要は炭素を確立する能力がどんどん劣化していく、さばったのと、海の酸性化とかあったんですけど、やっぱ近代化された食事とかが、その、まあ、当然ながら私たちに与える影響っていうのもすごく大きかったっていう。まさにおっしゃる通りです。あの、やっぱり今、本当に近代化で工業化していて、どんどんそのハイパープロセスというふうに、あの、過剰にその生成するものがあの増えてますけど、まあ、そんなものばっかり食べてるんですね、現代人で。そうすると、やっぱり、どんどん食が持つ全体性。それ、例えば、うん、普通に取れた農作物でも、そこに多様な、あの、測定することができないような多様な栄養素っていうのが含まれていて、で、さらにそこに土壌も含まれていて、というふうに、あの、一つの作物を取っても、本当にその多様なものが含まれているっていうのが当たり前なんですけど、どんどんこうリダクションして生成していって、あの、それ生成しきってしまったら、それが、あの、今度は、例えば薬剤となってくるわけですけども、まあ、その、食の多様性が失われるということは、つまり、あの、まあ、それを食べる人間にとっても、腸内細菌の多様性が失われるということにつながっていて、で、また、栄養素の多様性もなくなるということで、まあ、栄養素、現代版の栄養失調みたいな、あの、糖とか脂肪とか取れてる、その栄養素が一切取れてないみたいな、そういったことにつながっていきますし、でその食の多様性のなさというのは、あのまた巡り巡って、その生態系の多様性を増加させるということにもつながっているわけですよね。で腸内細菌って、やっぱりその、まあ、この社会とか、その生態系とかと同じで、やっぱりその、なんか特定の善玉菌が活躍すればいいっていうわけじゃなくて、あの世界の人間で最も健康で、本当に超健康な人たちに共通する腸内細菌っていうのは、あの、多様性が高いっていうことだ、と、ね、いうことが分かっていて、例えば何々、ビフィズスキーの何とかしが多いですとか、いうこと、どっちかっていうと、ダイバーシティ状態、でいろんなものが活躍しているっていうのがいい状態だったということが分かったので、やっぱりそれくらい食の多様性の質が届くなります。ということは、つまり環境の微生物を含んだ生物が豊かな状態じゃなければ、その人間のその多様性ということも実現しないですし、全部つながっているんだなって。
そういった中で、まあ、こう非常にこう課題というか、扱う対象がすごく大きな話だなというふうに思っているんですけれども、今その、本当に拠点を考えられて、まあ、具体的なアクションをされていると思うんですけど、一つその、どういうことをされようとされているかという中身について、少しお話しいただきたいと思います。はい。これからですけどね。はい。はい。の交渉っていうところが、本当にまあ人口最小の人だけ、GDP も最下位なんですね。その人口最小の話なんです。つまり、まあ、本来的な価値観で評価すると、まあ、評価されてないというふうに見えるかもしれないですけども、その分、大山という雪山登山で出たり、スキー場があるので、まあ、まあ、縄文の頃からその周りに人が暮らしているような、まあ、レーザーがあって、その周りに豊かな自然環境とすれば、まあ、川が流れているんですね。まあ、その一番上流の水源の町っていうのが豊富町なんですよ。で、まあ、そこっていうのは、その時、北大山、北大山、天然水の水源があるので、ね、非常に水資源豊かな場所なんですね。今、本当に水資源というのは、とても世界的に重要になっているときに、本当に、本来の自然資本としての価値がすごくあるなと思うんです。そこが、まあ、町が、まあ、環境教育に力を入れようとして、いたところに、まあ、私たちがこれに励みをしてるのを掲げて、いたところ、すごく、手を交換してくれまして、ね、そこで、まあ、人が、住民の暮らしを広げて、地域が元気になって、地球環境が良くなるような、ただひたすら、そういうのを街全体にできるような街にしようということで、2022年の11月の3日、この前ですね、連結協定を結んで、街全体で教師っていう、結びつきいただいたっていうのが、今の状態なんですけど、ね、拠点として、街って本当に、田舎っていろいろこう素晴らしい施設がいっぱい余っている、使われてないものを建てたんだけど、使われてない美しい施設がいっぱいあるわけなんですけども、なので、今から何か新しいものを建てるんじゃないか、そうした有機施設等を再生して、そこを利活用しながら、まあ、いろんな資産を持った方たちが集まっていたということですね。人口最小って人口最小の町で、町のいろんなその生まれた利益っていうことは、ありとあらゆる業種が連携したくできないことになります。なので、町民を主体的に、その、一家さんでも、自生体、その、水を守るという、道義の街としての生き方を、アイデンティティを持ちながら、どんどんいろんな企業に関わっていただいて、まあ、自然を再生したりですとか、自然といっても、人が手を加えてしまうことを再生したりですとか、それから、まあ、新しいそのエネルギー施策として、まあ、上流町だから、水がたくさんあるわけですね。それを、町は、毎年水力発電に行こうとしているんですけども、私たちまた水車を再生して、新しいその水、水車を再生することによって、水力発電をして、そして水素を作っているみたいな実験をしてみてですね。あとは、まあ、いろいろですね。もっといろんなことが考えられるんですけども、町の医療施設とか、介護施設とか、まあ、いろんな施設も連携しながらやっていくっていうのと、あとその、ジニアはね、すごく、素晴らしい職をされる方なので、ジニアはとても有名な町なんです。なので、これ、プラネタリーヘルスガイドとして、まあ、こういったメニューを食べたらプラネタリーヘルス、に貢献できるよっていうかメニューを提供したりですとか、まあ、そういったことを町の人たちも食べれるみたいです。まあ、それから町の人の方たち、みんなが関わって、プラネタリーヘルスを実現できるのが本当だと思うんですね。で、あきがある分野に関わっていただかなければいけないので、どうぞ今巻き込み中なので、ぜひよろしくお願いします。はい、お世話になります。今日はぜひやっていくっていうのは本当にそうですよね。あらゆる業種の人たちがそれに理解して関わることによって、まあ、自然とこの街が何か健康になっていく。
実現されると、まあ、それから地球の健康みたいなものをモデルにしていくみたいなことが。はい、そうですね。田舎の人もね、やっぱり、まあ、問題化されているので、やはりその、まあ、グローバルな物語ももちろんあるので、例えば、特に高齢者ほど、田舎の高齢者ほど運動しない。はい、で調理が面倒くさくなると、まあ、加工食品の摂取が多くなるということで、街の糖尿病がすごく増えてしまったりしているんですよ。だからこう、田舎から、自然が豊かだから何か、そういった生活が、昔ながらの生活ができているかって、そうだと思って、やっぱり、都市とはやっぱり、まあ、環境とか違うんだけど、大人にやっぱり生活とかが近代化しているので、そこは、やっぱり、昔ながらの里山の生活とはちょっと変わってしまっているわけですよね。ですから、木田本家さんとか、新田本家さんとか、されてるのは、里山を循環させるかという日本酒作り、まさにその里山システムの中にあると思うんですけども、まあ、そういった暮らしが今、日本の里山でできるかというと、ちょっとそれとは変わってしまっている。それから農業の問題もありますよね。でなかなかその農業というと、今、近代化した農業が中心になっているので、まあ、それがまた、まあ、水の問題だとか、そういったことにつながってくるので、田舎が課題が多いですよね。私も課題がありますし、田舎は田舎の課題があるので、またそういった課題から何ができるかっていうのは、住民と一緒に考えるっていうような状態を知りたいと思っていますね。結構それはこうお話しされて、きっとそのこの先かもしれないんですけど、地域の人たちも基本っていうのって、なかなかその意識の高い人たちっていうのは、同じ数字かもしれないですけど、なんかそうじゃない人たちをいろいろ巻き込んでいかないと、なかなかこう実現していかないのかなというふうに、どうですか、なんかお話しされたときの反応というか、一般のご老人のなかなか反応もあったりします。私たちとにかく、まあ、地域創生するんだったら、はい、外からじゃ無理だと思っても、とりあえず、会社の東京から一旦、鳥取で夜中に移して、さらに高知町に移すっていう、意思決定にして、無償でここでやりますっていう決めて、もう住民として地元の企業に行って、本気でやろうと思ってるんですね。で、それと同時に、なんか私たちはこう、草を刈ろうと、それをどうやって草を刈ろうとしたら、高齢者とか近所たちが、いろいろこう、足の上でバカバカって言って、こう、見かけて助けてくれるんですよ。で、なんかこう、これたちがこう、なんか感動してたら、自動的にこう、助けてくれるっていうような状態になって、なんかこう、巻き込まれていかれているっていう。そこは、ちょうどですごく今一緒にやろうっていうふうに、自治体とやっぱり連携してるっていうことと、あと、まあ、いろんな、町議会とかですね、地元の商工会があったり、あと、例えば、グランドホールのおじいちゃんの会とか、いろいろなってるんですけど、まあ、そんなところと、なんかこう、みんなで連携しながらやるっていう状態に、こう、なんかなってきてまして。それがまあ、その地域創生意図しての仕事になってきてるっていうところなんですね。そうですね、本当地元に出して、根っこ生やしてやるんですけど。その本当にでもそういう取り組みをしていくことによって、そこで暮らしている人たちは、例えば職が少しずつ変わっていったり、なんかそのことで何かこう全体がつながってるんだなみたいなことを感じられるようになって、なんか少し本人も健康になってきたような気がしたりすると、だいぶ変わってくるでしょうね、なんかその町で暮らすことっていうことの意味というか。そうですね、本当に、うん、で、やっぱりその水、当たり前にやっぱりその良い水が飲めるんですよ。もともと。で、当たり前が当たり前すぎて、なかなかやっぱそこがこう、必要だっていう認識になってない。うん、いやそこがまた、どんなに貴重な暮らしをしてるんだろうっていうことは認識したので、さらにちょっとやっぱりこう、少し近代的にねじれてしまっているのか、人と自然の関わりとか、人と食の関わりっていうのが、適正にまた向かって、地域のどういうような循環っていうのが、こう、起こしてきたら、やっぱり結果が出てくると思うんですね。例えば、なんで糖尿病が増えているかというと、まあ、
疲労を使って動かない、体を使わなくなったってことで、やっぱりその体幹プロセス行動を結構解けないんですけど、そこが、また、その水との連続性もそうですし、やっぱり土地との連続性を唱えて、まあ、地元のものを地産地消する。例えば、地元の名産である、その、ジビエ、水煮干し師とか、鹿の肉というのが当たり前に取れますので、それを踏まえて、地元の、で取れた旬のものを食べるという、その、まあ、新独自ですね、その、もう、まあ、土は一つ、二つにあらずという、その、この状態、また、戻って自分的に、健全になったときに、あ、こういうことだったんだ、というふうにまた、まあ、アイデンティティを取り戻すことができるんじゃないかと思うんですよね。だから、超遺跡がいかないと思うんです。時間かかると思うんですけど、それは丁寧にやっていきたいなと思ってました。なんかね、豊かさの再発見というか、はい、なんか近代化された物差しだと、なんかいろんなものを溜め込んで、お金を稼いでっていうことがなんか幸せをしたくてみたいに成功者みたいな感じになるんですけど、いや実はそうじゃなくて、自分たちは風の一部自然に語られていて、やっぱりすごく自然に頼っているっていうか、なんかそういうことに改めて気づかされるっていうか、そういうことがなんかすごい大切なのかな。なんか自分もどれだけやっぱ自然がどれだけやっぱなんですね、幸せを与えてくれているのか、それがあればいいやみたいな感じに最近すごい思ってきて、っていうのも、まあ、自分サーフィンやるんですけど、まあ、いい波乗って、はい、で、うまい健康的な食べ物を食べて、健康な状態になって、で、周りに自分の家族とか友人とか、そのコミュニティがあって、それも健全になって、もう何もいらないなっていうか、それこそが幸せだなっていうか、なんかそういうふうにやっぱ覚えてくるんです。そうするとなんか大切なものがだんだんなんか変わってるって、何には価値を持っていけばいいのかみたいなところが、すごくなんか、やっぱ今まで近代化されてる、ね、されてきたものとは全然違う。価値観っていうのも大切だな、はい、気づかされてるな、私がまだサーフィンをするんですけど、やっぱりその、まあ、なかなか都市の性格だけだとやっぱりその自然の循環が切り離されてしまうんですし、食の流通もやっぱりかなりその、まあ、輸送でこう、離れたところから何かをこうなってくると、なかなかこう地域の循環がこう見えないと思うんですけど、こういった自然の中にまた身を置いたりですとか、山の中に身を置いたり、海の中に身を置いたり、小さな循環というのは自分の心の自然のものって起きてくると、あ、こういうことだったんだ、生きてるって、っていうのが、まあ、実感されてくると思うんですよね。確かに、サーミンってほんと波に乗って、波に乗って、ほんと一体化しますよね。そうですね。なんか同じように食べ物でもなんかすごく感じて、自分の食生活とかを、結構ここの2年ぐらい、割と食生活を見直して、要は、腸の中の土を育てるじゃないですけど、気になったからなって、腸内環境を改善するような食べ物を、まあ、好んで、まあ、そういうものをね、すごく美味しいっていうふうに、すごく感じるし、で、そうすると、毎日のね、お通じもすごい調子いいし、で、なんか自分の頭も活性化されるし、動きもいいし、で、サーフィンのパフォーマンスもね、パフォーマンス上がるし、なんかいいことがあると思って、なんか食を本当に変えるっていうことが、ちょっと最初の話に、ね、腸内を整えるっていうのが、もうすごい大切さなというか、そこベースなんだなっていうの改めて。で、そこを解決しようとすると、その、選ぶものも変わってくるし、それを選ぶっていうことは、その、ものが作られる、その地域全体にもつながっていたら、そこを解決することにつながるし、なんか、食費の食の選択が、すごく全部に規模すぎて、すべては、改善していくというか、再生していくことにつながるんだなっていう、改めて。違いますよね。やっぱりすごく元気な土で育てられた野菜って、子供たちすごい食べるんですよ。はい、
子供って本当に苦手を知ったので、なんか、結構いろんな、子供たちも対策してるんですけど、本当に、ちっちゃい子って素直にいいものしか食べないんです。加工されてない、なんか素の野菜とか、素のランプが出てくる。まあ、そんなシンプルなものを好む傾向にあるんですけど、親が食べたくなさい、食べたくなさいって言うと、宝飾品的なものを与えてると、初め子供って、拒否するんです。で、だんだん食べさせるうち食べれちゃうのになるんです。そうなってくると、結構いろんな、病院の、確認書が病院とかに行って、看護師さんの子供たちっていうのを観察し、だいたいそういう傾向があるっていうのを観察してるのだったんですけど、だから、本来は素直になっていると、やっぱり本当に生命力なんですけど、生命力なんていうのも、なんか素直にやっぱ美味しい、あるんだけども、そうじゃなくて、だんだんこう、欲望で食べるってなっちゃうんですね。本当に今、やっぱり油とか、砂糖ってすごい依存を作ってしまうので、味覚が依存するで、ドーパミンが出るで、もっと食べたいっていう、依存システムで食べるっていうのすごくあるので、依存で食べてるのか、本当に生命が喜ぶものを食べてるのかっていうのは、土を良くして、いい発酵とかに戻して、私も一回リセットしないとなかなかその選択にならないなと思う。でも本来体は知っている。井村さん、肌もね、つやつやですよ。なんか腸、肌って、要は自分の腸を裏返して表に出したのが肌だっていうふうにね、聞いたことがあって、要は腸内がすごく、要はそのまま綺麗な状態だと、それが表に出て肌になったっていうことね。そうなんです。全部細胞なんで、皮膚も内臓ですからね。いや、すごい面白いですね。あと、もうお時間が少しなんですけど。でも、あれですね、改めて、腸、まあ、食と腸っていうことで、まあ、本当になんかそれがこう、裏返って表に出ているというような話だったと思うんですけれども、我々がこうどういうふうにしていったらいいのか、まあ、まさしくさっきの、僕、自分も今、子供が小さくて、まさしく、もう本当そうだなって思う。最初の頃は結構美味しい野菜とかは食べる。美味しくない野菜は食べないし、だんだんなんかお菓子とかも、今度はもう、今もう砂糖の虜なんですね。砂糖中毒なんです。甘いものをとにかく食わせるっていう感じになってきて。この子たちを一体どうしてあげたらいいのって、まあ、さっきちょっとね、一度リセットしないとおっしゃってましたけども、まあ、やっぱりいいものを食べさせる、あるいは大人だったとしても、やっぱ自分は砂糖中毒だなと思った時に、だからやっぱりその食べ物をまで意識的に変えていくところから変えていくと欲しくなくなるってことですね。そうですね。収録さんの方で。砂糖は美味しいです。油も美味しいです。うん。だから、頑張っていたら自然に、例えば、腸内細菌に変わってくると、その腸内細菌が分解したくなる食べ物をするようになるので、やっぱり砂糖をたくさん食べるときは、カルシア菌が増えちゃう。カルシアって、お酒を発酵する酵母と一緒で、血液菌なんですけど、本来、血液も大丈夫な菌なんだけども、糖質の特性があって、糖尿病型っていうと、ちょっと重い形に変わっちゃって、糖尿したりするんですけど、どんどん糖を下さいみたいな、自然を送ってしまうようになるので、一旦ちょっと砂糖、で、患者さんが弱ってきて、その代わりに食物繊維、もともとやっぱりそのドイドロフィーって落ち葉分解がすごくできるので、そういった同じ食物繊維を組み合わせて食べる、その代替して高めながら、ちょっと簡単にバランスを食べるっていうふうにしていくと、だんだんその食物繊維とか、炭水化物とか、バランスが良くなると、自然にそういったものを摂るようになるということになるので、自分の脳の影響からも混ぜられます。いいものを食べましょう。いいものを食べましょう。脳の影響から。そうですね。育てましょう。はい。ということで、はい、まだまだお伺いしたいんですけど、ちょっと時間になりましたので、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。